浅沼稲次郎暗殺事件。浅沼稲次郎暗殺事件は、1960年、昭和35年10月12日に、東京都千代田区にある日比谷公会堂において演説中であった、浅沼稲次郎日本社会党委員長が一切の右翼少年、山口ニアに暗殺された事件のこと。この日、日比谷公会堂では近く解散。 総選挙が行われる情勢で、自民党、社会党、民社党三党党首立会演説会、総選挙に臨む、我が党の態度、東京選挙管理委員会、公明選挙連盟権、公益財団法人名医選挙推進協会、NHK、日本放送協会が、主催が行われていた。会場は2500人の聴衆で埋まり、西尾末弘民社党委員長、 浅沼社会党委員長、池田早人自民党総裁の順で登壇し、演説することになっていた。浅沼委員長は午後3時ごろ演壇に立ち、議会主義の擁護を訴える演説を始めた。浅沼委員長が演説を始めた後、翌団体の野印が激しくなり、ビラを撒く者も出たので、司会を務める NHK の小林、利光アナウンサーが、会場が騒々しくなってきまして、 お話を聞きたいという方の耳に届かないと思います。最前列には新聞など報道機関の方が取材に訪れていますが、取材の余地がないほど、想像しいですので、ご静粛願いますと自制を求めると、場内には拍手が起き、一瞬やじが止まった。それを見計らって、浅沼委員長は自民党の選挙政策についての批判演説を続けた。浅沼委員長が、 選挙の際は国民に評判の悪い政策は全部伏せておいて選挙で多数を占いむるとと言いかけた午後三時五分頃、山口が壇上に駆け上り持っていた刃渡り三十三センチメートルの銃剣で浅沼委員長の胸を二度突き刺した浅沼委員長はよろめきながら数歩歩いた後倒れ駆けつけた側近に抱きかかえられて直ちに病院に直行した秘書官は 浅沼委員長の体を見回し、出血がなかったことから安心したが、それは、巨漢ゆえに、傷口が死亡で塞がれたために外出血が見られなかっただけのことであり、実際には、一撃目の左側胸部に受けた深さ30センチメートル以上の刺し傷によって、大動脈が切断されていた。内出血による出血多量によりほぼ即死状態で、 近くの日比谷病院に収容された午後3時40分には、すでに死亡していた。側近によれば、浅沼委員長は運ばれる途中踊り場で絶命したと、言う。この殺害行為の発生により、演説会はそのまま打ち切られた。山口はその場で、現行犯逮捕。取り調べに対し山口は若年ながら、理路整然と受け答えしていたという。11月2日夜。 東京少年鑑別所の単独室で白い歯磨き粉を溶いた駅で書いた七尾報告天皇のぼる万歳、原文ママの文字を官房の壁に残した後自殺した。また、この事件で警視庁は山口のほかに全アジア反共青年連盟責任者吉松の利都氏当時32歳を強括、右翼団体暴教停止隊の福田進隊長同 32歳を、厚生証書原本不実記載及び教養、また第二本愛国党の赤尾里子総裁、同、61歳を威力業務妨害容疑で、それぞれ逮捕した。口頭の党首に対する攻撃を防げなかったとして、山崎岩尾国家公安委員会委員長が隕石辞任し、この事件を機に、刃物の追放運動が全国に広がるようになった。 また、傭人警護の不守備も問題となり、以降は警護の手法が目立たないようにから、見せる警護へと改められた。この立ち合い演説会には、上記に説明した通り、NHK が共催として参画しており、NHK のラジオ第一放送で生中継されていた。そのため、事件の一部始終はラジオを通じてそのまま同時に、日本全国放送された。 また日本シリーズ第2戦、太陽大前戦、川崎球場中継のため15時45分からの録画中継を予定していた NHK 総合テレビも15時13分に野球中継を急遽中断してテロップ速報を出し、15時21分には事件の生々しい様子を収めた映像を放送した。さらに日本シリーズ試合終了後の15時43分には、 臨時ニュースで浅沼委員長の死亡が報道された。その後も犯行の瞬間を捉えた映像が何度も放送された。犯行場面の放送については賛否両論が相次いだ。当時の NHK の佐野博基地報道局長の話によると報道映像としての意味を重視して放送に踏み切ったことを語った。この日 NHK と民放各局は 通常の番組を変更して報道特別番組を編成した。特別番組ではいずれも民主主義と議会制度を否定する暴力が非難され、暴力の排除が強く訴えられた。事件はまた放送そのものにも影響をもたらした。事件以前から指摘されており、方針が決まっていたテレビ番組からの暴力場面の追放の動きについても、この事件が きっかけとなって大きく加速していった。毎日新聞社の長尾康史カメラマンは山口が浅沼委員長にとどめを刺そうとする瞬間、疲れてメガネがずり落ちる浅沼委員長をカメラに装填してあった最後の一枚で撮影し、長尾カメラマンのその写真は UPI 通信社を通じて世界各国に配信され、日本人初のピューリッツァ賞を受賞している。なお、 現在昭和史を扱ったドキュメンタリーなどで使われる犯行の瞬間の映像は当時の慣例で映像をキネレコ方式で転写し保存されているものがよく使われているがオリジナルの VTR 映像も NHK で保存されており1983年のテレビ放送開始30周年記念番組の冒頭で事件発生数分前からノーカットで放送されたほか2003年の 放送記念日、特集番組でも放送されている。また、以前はそのままで放映されていたが近年では、テレビ放映に際して山口が未成年者であったことから、マスコミ各社は使命を伏せるほか、顔の部分を隠す加工が行われることもある。事件前、総選挙は安保闘争の盛り上がりから一転、池田内閣は所得倍増計画などの経済政策を前面に、 押し出すことで世間の字幕を集め、迫る選挙戦は自民党の安泰ムードとなっていた。その最中に起こった強行は、ムードが一変する可能性を持っていた。この日の夕方、早くも東京都内の各所では、池田内閣の責任追及の抗議デモが発生。社会党も池田内閣の総辞職を要求してくるなど、池田内閣は発足以来最初の危機を迎えていた。 池田内閣は、この日の夕方、暴力を根絶するとの大平正義、官房長官による政府声明を発表する。一方、翌13日の臨時閣議で、時の山崎岩尾国家公安委員長を政治責任を取る形で辞任させるなど、素早い対応を取った。池田と極めて親しかった、産経新聞の吉村克美記者は朝沼が刺された瞬間をデスクのテレビで見ており、 この事件が清掃のネタになったら、まさしく安保闘争の二の舞になると危惧し、池田邸を訪れて数日後に迫る臨時国会を浅沼追悼国会として、池田総理自ら追悼演説をやるのが最良な方策ですと池田に進言。池田はこの進言を受け入れ、10月18日の衆議院本会議で伊藤正也秘書の手による追悼演説を行った。 この追悼演説は今日でも名演説として知られている池田隼人五六。追悼演説によって世論にある程度の納得を与えて社会党としても挙げた手の下ろしどころがなくなった。この浅沼追悼演説は初めて政治というものを世論という土俵の上に引き出すきっかけになったという点で戦後社会に大きな意味を投げかけた。仮に池田内閣が それまでの政権同様、高圧的な手法でこの事件に対応していたら、池田内閣はその時点で潰れていた可能性もあり、世論の反発を入れて追悼演説を行ったことにより、日本に初めて民主主義が根を下ろしたとも論じられる。10月24日、衆議院は解散した。11月20日投開票された第29回衆議院議員総選挙では、 自民党は追加公認込みで300議席と圧勝した。社会党は18議席増の145議席だったが、民社党離反の痛手を埋めるには至らなかった。民社党は23議席減の17議席と惨敗した。そして社会党は、浅沼委員長の追悼ムードが薄れると、構造改革をめぐる党内構想に突入していった。また、経団連。 旧経済団体連合会会長で、東芝の石坂泰蔵社長は、暴力行為は決していいものではない。だが、インテリジェンスのない右翼の青年が兼ねて、安保闘争などで、浅沼氏の行為を苦々しい、思っていて、あのような事件を起こした気持ちもわからないではないと、山口に同情的な発言をしたため、批判を受けた。経団連は、自民党の有力な支援組織であるが、社会党にも、 少学の献金をしていた。安保闘争をきっかけに、経団連では、社会党への献金を中止すべきとする意見が出されていたが、石坂社長の出現で、社会党への献金も続けることになった。一水絵源代表の鈴木国夫玄顧問も、山口と同じ17歳の時テレビのニュースで事件を知り、そして、右翼活動に身を投じるきっかけとなったと語った。 犯人の山口は少年だったこともあり、この事件をきっかけに子供に刃物を持たせない運動が始まった。それにより、それまでは鉛筆削りや工作に使用されていた、肥後守るをはじめとする刃物が子から取り上げられ、以後続く刃物規制の始まりの一つとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。